四川風ジャージャー麺です。イエーイ混ぜてください。おーあーもう絶対美味しいわ。絶対美味しいじゃないですか。マーラー料理対決がっつり満足レシピ編、ということでですね、皆さんこんにちは、料理のお兄さんリュウジです。休日課長です。イジチキヨシです。今回はですね、我々辛いもの大好きなですね、3人のために味おさんがですね、対決の場を設けてくださり、マーラーアレンジ料理対決をすることになりました。よっ。いやー、詳細はですね、概要欄にあります第1回の動画をご覧いただければなと思います。対決のルールはですね、一つです。この味の素のマーラー麻婆豆腐を必ず使っていただくことのみになっております、はい、今回の対決はですね、お題がありまして、こちらですね、がっつり満足レシピ、はい、ということで、前回は僕がマーラー麻婆カレー、はい、で、休日課長の四川風親子丼、これうまかったですよ、これ ね、はい、作ったわけなんですが、鶏はですね、キヨさんにお料理を披露していただこうと思います、はい、頑張りますよ、はい、まあでも今回はね、ちょっとリュウジ君に寄せました。そうですよね、みんなに作ってほしいから。もうキヨさんはね、かなり、本格的なものをいつも作ってらっしゃるんで、今回はですね、簡単に作れるものを、キヨさん流に頑張って考えました、ありがとうございます、それではマーラーアレンジ料理対決スタート。ではこのマーラー麻婆豆腐のねソースを使って、お題がっつり満足レシピにあったこちらを作っていきたいと思います。どうですか？ミートソースじゃない、ミートソースではありません。ミートソースじゃない、まあジャージャー麺。そうです、これキュウリ、これキュウリ、わかりますか？あ、キュウリ、あ、そこがポイントだったんですね。まあでも多分3人の中で一番絵がうまい、ありがとうございます。うまいですね。もうではまず材料、こちらですね、マーラー麻婆豆腐1パック、焼きそば麺がね1玉ですね、あと卵黄1個、白髪ネギ、これ白髪ネギに切っていきますけど、きゅうりね、きゅうりもまあ3分の1ぐらいですかね、使います。あとこれ飾りで糸唐辛子なくても大丈夫です、いきなりポイントなんですけど、はい、焼きそば作る時って、焼きそばが固まっちゃったりしたことありませんか？ありますね、ありますよね、はいはいはい、これは絶対に最初 ほぐした方がいいです。そういう時にちょっとここ開けるじゃないですか、はい、ちょっとここ開けて、はい、まずレンジで1分600ワット。ほー、はい、いきなり技を出してくるんですね、キヨさん。した方がいいです。いきなりレンジ。いきなりレンジ。はい、1分経ちました。はい、これね、熱いんで気をつけてください。これね、この時点でお皿に盛ります。あ、この時点で。はい、ここでほぐしていきます。ここでほぐします。レンジかけると結構ほぐしやすくなるんで、もう一回後で。軽くレンジかけます、はい、蒸気で、ね、水分が飛んじゃうんで、はい、ここでラップしておきましょうね。こういう一手間がね大事なんですよ、料理。そういう男性がいいんでしょうね。はい、豆さんがやっぱり、きゅうりはマストで入れてほしいです、きゅうりマストで絶対入れてほしいです。ジャージャーですね、ジャージャー麺を、ね、で、千切り、みんな千切り難しいなと思うかもしれないですけど、こういうふうに切ったらやりやすいです。この最初、こういう斜めのスライス、これみんなできますよね。斜めに行くのね。そう、斜めに行きますよね。こうなるじゃないですか、そしたらこれをこう並べます、こうやって。そしたらこういうふうになんかトランプをこうやるみたいな、はい、こうじゃないですか。ここでこうやって切っていくと、これ繊維なんですよ。ほら、あ、ほんとだね。だからキヨさんは一番料理化してるような気が普通だと思うんですけどね、これがね。いや白髪ネギ、はい、大体こんくらいですかね、長さね、で、こう切れ目を入れて、緑色のところは取ります。置きます。そこですね。これで水に浸しておくと、はい、なんだろう、しなってして、シャキッとするんです。しなってしてシャキッする、よくわかんないですけど、いわゆる白髪ネギの形になるので、この一手間、皆さんぜひね、これやっていただきたい、はい、そしたらですね、主役がここで出てきましたね。耐熱容器、こちらにね、
これ単体で、うんうん、あの電子レンジ加熱してきますんで、はいはい、電子レンジのワット数にもよるけど、うん、多分600ワットだと1分弱で火取っちゃいます、ね、1分弱、はい、まあ温めるっていう感じです、うんうんうん、そうですよね。ひき肉もったいないからね、ちゃんとこう絞って、そうですね、ちゃんと絞って最後まで絞って、うん、そう、ひき肉もちゃんと入ってるんですね、この中にね。そうですね、20ラップで、20ラップで、はい、40秒、40秒ぐらい、はい、あ、いいですね、いい感じですね、完全に温まってます、うん、これね、はい、うん、これどっちが先でもいいんですけど、うん、さっきの麺、うん、はい、これももう一度温めます、もう一度、はい、600ワットだからまあ1分から1分30秒ぐらいかな、うん、じゃあレンジで、はい、はい、これはあの麺を温めるっていう感じなんですか、はい、あの、はい、ほぐしてからもう一回温めないと、はい、なんだろう、ダマになっちゃうんです、固まっちゃうから、なるほど、これも絶対やった方がいいです。でこだわりたい人はもうフライパンでね、うん、そう、焼いちゃう、あ、いいですね、焼いちゃう、そっちの方が、まあ、美味しさは間違いないです、なるほど、はい、これで完全に火が入った状態です、うんうんうん、はい、そしたらこれも1回ほぐした方がいい、ここも1回、そしたら盛り付け、うんうん、まあ、きゅうりはやっぱり横にこの斜めにこういう風に添えたですね、うんうん、あの卵を添えて、卵を添えて、あ、そういう添え方なんですね、そう、そういう添え方なんですね、乗っけるんで、あ、ここで主役、ここで、はい、上にかけていきます。おお。じゃあさっきの白髪ネギを、白髪ネギを上にこうバーッと乗せますよ。まあ、これはなくてもいいんですけど、乗せると可愛い。全然違いますね。全然違いますね。はい。というわけでできました。はい、ね、四川風ジャージャー麺です。イエーイ。いやー、これはモテレシピですね。モテレシピですね。ぜひ。はい。では僕の四川風ジャージャー麺を食べていただきたいんですけど、はい、その前に食べ方、はい、この卵黄を上にまず乗せるじゃないですか、乗せる、ね、あ、乗せちゃうんですね、乗せちゃうんですね、乗せちゃうんですね、乗せる、はい、混ぜてください、おー、あー、もう絶対美味しいわ、絶対美味しいじゃないですか、それ絶対美味しいでしょ、これはこれはやばいな、もうネギとかも綺麗に絡んでますね、うわ、ちょっとこれちょっとビジュアルやばい、この状態で、うん、この状態でどうぞ、じゃあいただいていいですか、はい、うまいっすよこれ、ありがとうございます、キュウリとネギ必要ですね、ね、キュウリもうマストですねこれね、あのね、食感がすごく、あとあのネギのシャキッという、うん、あの食感と、あと爽やかさもプラスされるんで、うん、かなり本格的な味しますこれ、うん、はい、非常に美味しいです、じゃあいただきます、はい、うん、いい顔してるね、うまい、うん、ありがとう、めっちゃうまい、これね、めっちゃうまい、ソースが割とこう味がね、しっかりあるんですけど、うん、こうネギとね、きゅうりがこうシャキシャキ感とみずみずしさをね、すごい出してくれるんで、うん、最高だなこれ、やっぱ麺の方がね、このパンチが出るんですよ、シビカラ、確かに今まで一番こうシビカラを感じたかもしれない、確かにそうかもしれないですね、皆さん、ぜひ僕の四川風ジャージャー麺を作って投票してみてください、投票してくれた方には僕たちから5名ずつプレゼントがあります、ちなみに僕がね用意したプレゼントはじゃーん、お、うーん、これそう、これね、リュウジ君の YouTube 見てる方はご存知かもしれないですけど、僕、ね、結構使ってる、ね、はい、僕もあの結構な頻度で使ってるこの鍋ですけど、これねすげえいいですよ、これかわいいしね、かわいいし、ね、はい、こちらとあとサインを、うん、サインを、はい、プレゼントいたしますので、はい、ぜひぜひ僕に投票待ってます。さてですね、これで3人全員の料理を、作り終えました、はい、終わった、本当に、はい、うん、全員美味しかったかなっていう風に思いますね、あのみんな火を使ってないっていうところがですね、そうですね、はい、火を使わずに簡単にできる、うん、はい、マーラー麻婆豆腐の、味を生かしたレシピを、うん、あの皆さんね、今日ちょっと作っていただいたんですけども、はい、この、マーラー料理対決はですね、皆さんの投票で優勝が決まります、うん、投票方法はこちらです、はい、これはですね予想つかないです、正直、はい、まあ、正直すみません、僕結構自信あったので、はい、僕かなと思ったんですけど、はい、いや食べてみたら全然わかんないですね、それでは皆さんの投票お待ちしてます。